感じるに限るな。最悪だ、最悪の万が一が出た。特級呪物が受肉しやがった。いい時代になったものだな。女も子供も宇治のように湧いている。素晴らしい王札だ。まったく、いつの時代でも厄介なものだな、呪術師は。貴様が頭ではないのか。力以外の序列はつまらんな。小僧の体を物にしたら真っ先に殺してやる。宿儺に狙われるなんて光栄だね。呪術全盛の時代、術師が総力を挙げて彼に挑み敗れた。宿儺の名を冠し、死後呪物として時代を渡る四郎さえ孫うことなき呪いの王だ。おい宿儺、俺が死んだらお前も死ぬんだろ。それが嫌なら協力しろよ。断る。つくづく忌々しい小僧だ。おい、ガキどもを殺しに行くぞ。ついてこい。バカな。よいよい、それなら。死ぬ。おい、どうした。もう終わりではないだろうな。呪霊といえど腕は惜しいか。おい、知ってるか。我々は共に特級という等級に分類されるそうだ。俺とお前がだぞ。嬉しそうだな。褒めてやろうか。いい機会だ、教えてやる、本物の呪術というものを。領域展開、福間水巣。そうそう、それからこれ、これこれはもらっていくぞ。不愉快だ。変わるのならさっさと変われ。どうした、小僧。あとは虎杖が無事に戻れば。残念だが、奴なら戻らんぞ。しかしまあ、それも時間の問題だろう。小僧を人質にする。人質。ああ、さてと、晴れて自由の身だ。もう怯えていいぞ。殺す、広く使おう。面白い。もっとだ、もっと、もっと。畳みかけろ。なあ、言ったろ、広く使おう。呪術云々じゃない。パワーもファジリティも格が違う。いい術式だ。聞く、分からんな。お前あの時なぜ逃げた。宝の持ち腐れだな。許可なく見上げるな。不愉快だ、小僧。随分と殺気立っているな。当たり前だ、こちとらお前に殺されてんだぞ。腕を直してやった恩を忘れるとはな。その後心臓取っちゃったでしょうが。
あれ完璧入ったと思ったのに。ここはあの世ではない。俺の聖徳領域だ。お前が条件を飲めば心臓を治し生き返らせてやる。条件は2つ。1、俺が警察と唱えたら1分間体を明け渡すこと。2、この約束を忘れること。お前は邪悪だ。もう二度と体は貸さん。ならばその1分間誰も殺さんし傷つけんと約束しよう。うざ。ではこうしよう。今から殺し合って小僧が勝ったら無条件で、俺が勝ったら俺の縛りで生き返る。いいぜ、ボコボコに。死ぬ。なんだ。だから俺の心臓を治した時みたいに純平を治してくれ。断る。愉快愉快。教授も未来もお前の全てを捧げて俺に寄りすがろうと。ああそうか、こいつらはどこまで行っても呪いなんだ。俺の魂に触れるか。共に腹の底から小僧を笑った仲だ。一度は許す。部をわきまえろ、知れ者が。言ったはずだぞ、二度はないと。己の快不快のみが生きる指針。お前が死のうと、お前が死のうと、どうでもいい。現時点では上下より呪力の総量では劣るはず。なのに、あの存在感、魂の格が違う。